50万人になる前に、しっかりと五十万人の質問コーナーやりたいと思います。それではいきますよ。キャビン。精神誠意自己紹介してくんなまし。私。ヘミリンこと。宝物ヘミと申します。本年。二十六歳になる。女なごでございます。 よろしくお願いいたします。私は周りの人を笑わせるのが好きで、そのために時々勢いで話を持ってしまうのが悩みです。エミリンはそういう時ありますか全くの嘘はダメだと思うけど、私の中で森程度だったらオッケーかなと思ってます。あの、面白くするためのね、あの、調味料ぐらいに思っていただけたら。私とかがよく使うのは、人がちょっと、あいつ、マジ歩いねえわ。とか言ったぐらいで、誰々ちゃん、ぶち切れてたよぐらいは、の盛り方は全然平気にする。いつも悩むのですが、エミリンなのか、エミリンなのか、大松なのか、エミリンなのか、はっきりして、 ちなみに好きな人に何て呼ばれたいですか嫌いな人に呼ばれたい名前をお願いしますマジで何でもいいどうでもいい興味がない好きに呼んでくれいって感じなんですけれども好きな人からはお前って呼ばれたいです嫌いな人からは名前を呼ばれたくないです今女子力を上げようと必死なんですけどエミリンは女子としてどんなことを心掛けていますかえっとそうですね

あの、ふくれなちゃんが動画であの、はしカンナメイクのやり方とか出してたから、それをそのまま真似したら、誰でもはしもとかナななれるから、うん、マジで。結構、難易度低め。うん、簡単。エミリンが思う、ダメ男の特徴、3つ汚といくさい、かっこ悪い。いつもすっごく面白い動画ありがとうございます。いつも応援してます。質問なのですが、そんな面白い動画を作るコツってありますかヒカキンさん。 ソラチーとは現在どこまでのご関係であの、すいません。これ結構ガチめに勘違いしてらっしゃる方が多いんですけれども、私、ソラチーの LINE 知りません。まず連絡先そもそも知りません。Twitter、相互フォローにはなってるんですけど、ダイレクトメッセージもソラチーに送ったことないんで、本当に、あの、立場で言うと、ファンの皆さんと同じ立場なので、あの、な、な、本当何もしてないの本当無実無実はい。マジ白旗 えみちゃんは最近誰にハマってますか昔から見てるゾーンで言うと、しばなんさんとか、はなおさん、ひかるさん、ラファエルさんとか、ここはなんか今ハマり始めたってより昔から今も、うん、結構見てます。みたいな人たち。最近見始めたのは、誰だろう。あ、かのくん。あと最近キッズチャンネル見始めた、ちょっと。癒される。癒しが欲しい。癒しが欲しくて、キッズチャンネル見始めましたってぐらいかな。

朝、ウーバーイーツ、昼、ウーバーイーツ、夜、ウーバーイーツの時とかもあるから、そうなったら、千円、千円、千円で、一日三千円とか使っちゃう時もあるから、日によるだと思ったら、もう本当に三食コンビニで、五百円、五百円、五百円、千五百円の割る日とかもあるから、うーん、日による、普通に日によるだと思ったら、なんか夜、奮発して焼肉食べに行ったりとかした日とかもあって、一万円とかいっちゃう時もあるから、うーん、日によるうん、日による日による好きな言葉は何ですか一心一聴と、あの、全身全霊っていうのが好きかな。あの、あ、実はこれね、アニメラブライブの歌詞なんだけれども、あの、私が一番好きな歌の、ノーの。 出てきてなんだけど、あの一瞬一体じゃなくて一瞬一丁って,ってたの進んで飛ぶみたいな感じですごいなんか前向きな言葉がすごい好きだなと思ってフー、うん、クスフークスフークスフークスだからあのあだからラバイバーとか今ってもバカにしたらぶっ殺すからああぶっ殺すあんた私のこと動画で見て一方的に知ってるかもしれへんけど私はあんたに会ったことないから知らん。女の子の髪型で一番好きなものは髪型に名称あるの例えば私の今のこの髪型は何言っておりても名称が分かんないから適当に言ってくね フレン、フレンチ、フレンチボブロック。フレンチボブロック、ロックな感じのボブが好き。先輩にタメ語で電話してみましょう。<laughs> 出るかなあ、お疲れ様です。あ、おはよう。あ、おは何してんあ、ラハルです。お疲れ様です。あ、おはよう。<laughs> ラハル何してんの今。暇。暇で後ろや。 えっと、飲んでます今全然飲めよマわ飲んでるわけないやろこの時間に <laughs> めっちゃ酔っ払いじゃないですかだって酔っ払いじゃないですか何が酔っ払いやねい加減にしやほんまに <laughs> 一番好きな食べ物何りんごですみんなも一緒にせーのさらちー あ、エミリンに読んでもらいたいけどな。どうせ私なんて見えてないんだろうな。プクスクス、プクスクス読んでほしいな。プクスクス、プクスクス。まあ、1%の性を100%信じてみるぜ。プクスクス、プクスクス。あ、好きな、す、好きなお弁当の具はお母さんが作ってくれたほうれん草の卵焼きふふふ。私ごめんエミリンが自でなんです。プクスクス、プクスクス。まあ、とてもいいですよね。私なんてプクスクス、プクスクス。自己肯定感ってどこの落ちてますかねプクスクスクス、プクスクス自己肯定感それはいつも自分の、ここにあるよ人生楽しいですか 芸人してた頃よりも楽しいですか楽しくないって言ったら嘘になるーからー、あはあちゃんのネタの土屋とをやって土屋どエミリののおすすめのタピオカ店を教えてください読み方忘れたんだけど、ここのやつ美味しい。なんだろう、一方じゃなくて、な,なんて読むんだかな読み方忘れた。いい。 いいフォンいいフォンかないい、あ、いいファンいいフォンかいいファンいいファンだと思う。の、あの、タピオカミルクティーのタピオカなしが一番美味しいと思うので、皆さんもよかったら飲んでみてください。さよろしくお願いします。最近マジタピオカ飽きた。あいつあの、飲む時に普通にめっちゃ、容赦なく口の中入ってきて喉詰まるから、なんか普通に飲み物としてはまあまあ邪魔よね、タピオカって。最近飲みーは雑な気がする。有限実行してください。バンジージャンプしてください。本当に服のセンスなさすぎ。もっと明るい色の服を着て、50万人登録者おめでとう 質問はこれからどういう方向に向かおうとしてますか最近つまらないですこの人に関してはファンなんかアンチなのかよくわからんなんか、なに普通になんか、あの、登録出すのおめでとうとかは言ってくれるけど、服のセンスイーなさすぎ最近つまらないですだって。蝶 <laughs> 々安定させてから質問を送ってきて蝶々安定させていこう前から知りたかったんですけど、ヘミリンが好きな声優さんって、 女性声優さんで好きな方は沢城美幸さん、戸松遥さん、栗宮理恵さん。男性声優で好きな方は岡本信彦さん、石田明さん、桜井貴弘さん。ベスト範囲のワークの答え全部写真送ってって言ってくる友達って面倒だなと思うんですけど、そのこと本人に直接言うべきですか逆に何で言わないのかがわからない普通になんか自分が頑張ったことに対する対価をただで得ようとしてるっていのが意味わからない。せめてお金とか、何かあの自分にメリットが欲しいよねってことを明確に伝えるべきだと思います。 って言ったら多分分かってくれるとう多分 <laughs> 知らないけど人間力や性格考え方などで尊敬している方や目指している方憧れの方などはいらっしゃいますか 理由と合わせてお聞きしてみたいです。ほとんどのユーチューバーさんに対しては私結構尊敬というかリスペクトが止まらないなと思ってる。な、基本的に自分にできないことできると全員すげえと思ってる。あ、性格で言うと、あの、フワちゃんとか、アヤナンさんとか、根っからの性格が明るい人すごい憧れる。私はもうね、動画上はイエーイってやってるけど、本性が根っかな人間だから、本当に根っこの部分から、普段からこう明るく振る舞えて誰とでも仲良くできる社交的な人間にすごい憧れは抱いてます。ソラチーやプロファイル、この三連の中から選ぶなら、ソラチ私もとてもアリエルになりたいんです。 どうしたら慣れちゃったりしますかアリエルになるのは本当に結構簡単で、とりあえずウィッグとヒレをアマゾンっていうサイトがあるんだけど、そこで購入して、メイクはなんか適当に、あの、それアリエルっぽくメール風のメイクして、とりあえずグアムに行って海にバシャーンって飛び込んだら誰でもアリエルになれるから、結構アリエルは簡単になれます。ぜひ皆さんもよかったらアリエルになってみてください。チャンネル登録500万円おめでとうございます告白された回数だけ手シ子をしてください 締め切り時間ギリギリまで質問考えたけど質問が出てきません。エミリンはパーフェクトということです。やだ。なにあもくー。ーソラチーブレーチしたのめっちゃかっこよくないですかあのさ、もうさっき何でもかんでもんソラチーソラチーってみんな言ってくるけどさ、正直に言わせてもらいます。もう結構これはガチで正直に言わせてもらいます。ソラチーがブレーチしたのなんて別に正直、かっこいい最近よく遊ぶ YouTuber はやッピー、米村田中が。ゆうかちゃん、ソワちゃん。 レイカちゃん。そのたもろもろ。私は今月アイドルになるためのオーディションを受けるんですけど、応援してくれませんか頑張れー。ややーソラチーへの愛を叫んでください。 私の友達と本人とは区別がつかないぐらいエミリンに似てる友達がいるんですけど、本当にエミリンにしか見えなくて困ってます。どうしたらいいですかあ、わかるわかる。すごい似ている人がいたんだよね。わかるわかる。すごいって思うんだけど、それを言われた私はどうしたらいいのか本当にわかんないから逆にどうしたらいいですか教えてください。バンジーはエチやり予定でしょうか気になって眠れません。ねえ、ない。今体重何キロですか ?65 キロチャンネル登録よろしくね